である1912年に開催されたストックホルムオリンピックのマラソン競技中に倒れ、その翌日に死去したラザロは1896年に近代オリンピックの歴史が始まって以来、オリンピック競技で死去した初めての人物であった。1891年生まれ、聖火は貧しく、大工として生計を立てていた。長距離選手として有名になり、 すでに1910年のリスボンマラソンをはじめとして国内のマラソンで3回の優勝経験があった。ストックホルムオリンピックに初出場した際には開会式では騎手を務めている。この時のマラソン競技は19カ国から68人の選手が出場して7月14日に開催された。気温が40度に達し、 日陰でも32度を計測するという記録的な暑さで選手のうちほぼ半数の33名が途中危険する事態となり、金繰り43のように日射病で意識を失う者も,もいた。ラザロは30キロ過ぎの給水所を越えてゴールまであと8キロを残した地点で倒れて意識を失った。ラザロが倒れたという知らせはすぐに伝えられて当番の医者が駆けつけた。 倒れてから約1時間半後に、ラザロは病院に搬送されて、夜通しの治療を受けたが体温は42.1度という高温になっており、意識が戻ることはなくその翌朝を6時に死去した。ストックホルムオリンピックマラソンで走るラザロシーンについては、競技実施日の記録的な暑さによる深刻な脱水症状によるものと推定された。なお、ほとんどの選手が、 日焼けの帽子を被っていた中で帽子を被っていなかったという。後に日焼けと角の発汗を防止するために体の表面の大部分にワックスを塗布していたことが判明した。このワックスの油分が水を引いて自然な発汗までも妨げたために体内における電解質の重篤な不均衡を引き起こす結果になった。不法については他の選手たちや 世間の人々に衝撃を与えた。この事態を受けて、当時の国際オリンピック委員会会長だったピエール・ド・クーベルタンは、ラザロの遺族に哀悼の意を表した。オリンピックの終了後、メインスタジアムでは追悼の音楽会が催され、2万3000人の人々が参列した。音楽会での収益1万4000クローナは、ラザロの遺族に送られた。その後、 このマラソンの折り返し地点であるソレントゥナには記念碑が建立された。古国ポルトガルで取り行われたラザロの葬儀には数千人の人々が参列したという。この一連の出来事はイダテン、東京オリンピック話でも描写された。金栗と交友を深める描写がある。ちなみにラザロ役を演じたのはエドワード・ブレダである。 ラザロの死去時の年齢については、20歳、または、23歳などの諸説があるが、ここでは、ウィキペディア英語版の記述に従った。距離は 40.200km だった。エイブリーフ・ヒストリー・オブ・オリンピック・ディセント・ザ・プレ・ウォーヤーズ1900から1912-2010年7月14日、閲覧。デス・ゲームズ・オブ・オリンピックス2010年7月17日。 閲覧。ジャニュアリー21、1891インヒストリー2010年7月14日、閲覧。ABCD、イダテン第一小完結43、大敗翌日のエネルギー公的種、ラザロの、その後も。スポーツ日本。2018年3月31日閲覧。エームズ、マラソンヒストリー2010年7月14日、閲覧 ABC ザビッグデー。 During the Olympic Games 2010年7月14日、閲覧。All results from the 1912 Olympic Marathon 2010年7月14日、閲覧。The Big Day During the Olympic Games 2010年7月14日、閲覧。ありがとうございます。